来る猫は、来る猫大話によるブログを原作とした、漫画、書籍、テレビアニメ。同タイトルの単行本は、第20巻まで。21巻以降分の単行本は、ハッピーワピクル猫第1巻からとして刊行されている、愛知県在住の原作者である来る猫山戸が、保護した猫の里親を探すべく2006年にブログを、解説、里親募集の情報や、同居する。 猫たちの日常を漫画で紹介する。ブログのアクセス数は1日あたり25万件以上。角川から単行本20巻が発行されている。シリーズの累計発行部数は200万部を突破。2009年7月から2010年7月に第1シーズン、2010年7月から2011年夏に第2シーズンが放送された。1話は5分で、 関西テレビと東海テレビが制作委員会に出資している。2010年7月開始の第2シーズンでは、関東地方の一部独立局も放送するほか、一部の富士テレビ系列局でも遅れネットが行われている。声優は、第1シーズンは小林里美が、第2シーズンは中谷美紀が、いずれも一人で登場するすべての役を演じた。声を先に録音して、 後から絵をつけるプレスコ方式を採用。飼い主と猫は普通に会話する。モンサン永明寺には総集編が追悼番組として放送された。スマートフォン向けアプリ配信アニメ、縦アニメとして2017年10月5日より配信された。ナレーションは笠間厚志。ありがとうございます。